サンクスチャンネルで僕らは育った。サンクスチャンネルの子供たちよ。サンクスチャンネル、サンクスチャンネル始まるよ。無限の彼方へ、ラララ。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。本日のサンクスチャンネルは、2021年東京オリンピックサッカー男子ドラフト会議と称しまして、我々がですね、のどちんこジャパン、鉄人ジャパン、スケベジャパン、そしてハスキージャパンと題しまして、それぞれが思う東京オリンピックサッカー男子18名メンバーを選んでいきます。いいですか？はい。まあ、事前にこれはもう、はい、企画を言ってましたので、まあ、皆さんそれぞれ頭の中で想像をね、働かして、こんなジャパンだったら勝ってるんじゃないか、もしくは金メダル取れるんじゃないかというジャパンをね、考えてきてくれたと思いますんで、早速ドラフト会議行ってみましょう。はい、谷でも金。さあ、司会進行はおなじみシェンロンでございます。おい、では事前に案内したようにですね、まず最初、オーバーエイジの一人目をご記入ください。一巡目が被ると面白いですね。ここが一番盛り上がるんじゃないですか。絶対被るでしょ。絶対被りますよ。分かんないけど。絶対被るでしょ。いや、前線から行くか最後尾から行くかでもあれ違うと思うけど。はい、開けました。一人目、第一巡選択希望選手、のどちんこジャパン。吉田麻也、ディフェンダー、サンプドリア。第一巡選択希望選手、スケベジャパン。スケベそうだな。西大吾、ディフェンダー、浦和レッズ。被るでしょう。被るかな。今ポジション言うときにディフェンダーって言ってよかったのかどうか、ちょっと確かに、ね。はい、ではいきます。第一巡選択希望選手、ハスキージャパン、遠藤航、ミッドフィルダー、シュツットガルト。では第一巡選択希望選手、鉄人ジャパン、酒井宏樹、ディフェンダー、マルセイユ。よし、取ったぞ。取った。まあ、かぶり、どう？ 3人は結構、あれだよね。まあ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 、まあ、納得っていうか、まあ。まあ、そうだね。オーバーエイジぐらい、ちょっとコメント入れていきましょう。コメント入れていきましょう。オーバーエイジはですね、まあ、センターバック、他にもいい選手いるんですけども、あえてオーバーエイジ吉田選手を選ばせてもらった理由は、まず経験してると、ロンドンで、このコミュニケーションをすごい取れる、上の年齢でやっぱオーバーエイジで入ってくるには、そのチームの輪にこう溶け込むことができる選手じゃないとダメだと思うんですよね。で、下の年代の選手もいじりやすくて、で、上の、自分自身もいじられても全然もう問題ないし、自分もどんどんいじっていく、その選手がいることによってチームがうまく回るっていう選手が大事だと思うんですよ。でその点で吉田選手はそこのバランスが非常に取るのがうまいなと僕は客観的に見てるので、で選ばせてもらいました。なるほど。
はい。では、スケビジャパンはどうでしょう。自ら、まあ、西選手はですね。いや、知り合いみたいに。西選手はですね。はい、まあ、まあ、僕が選ぶスケベジャパンの中ではやっぱりその目指すサッカースタイルにはぴったりなので、うん、まあそこと、まああと、まあオーバーエイジがこれから選びますけど、選ぶというか選択しますけど、そこの3人でもある程度チームは出来上がるかなって感じていますね。なるほど。はい。おい。お、これもあれですね。じゃあ、ナレーション入れていきましょうか。うん。ハスキージャパン、遠藤航選手の交渉権獲得です。獲得です。今の気持ちをどうぞ。いや、かぶらなかったのかっていう感じですね。はい。チームへの一巡目の思いとか、構想をちょっとお披露目できるところがあれば、言ってください。まあ、オーバーエイジは、大事だと思うんですけど、まあ、そんな中で遠藤航選手を選んだ理由は、まあ、やっぱり、まあ、遠藤選手もオリンピックを経験してるっていうところもそうですし、まあ、今あのドイツでバリバリ試合に出てあの経験を積んでいるので、まあ、代表でもあの中心になってきているので、まあ、年齢も若い、まだまだ若いんで、そういったところであの下の人たちを引っ張っていくリーダーシップあるのかなと思って選ばせてもらいました。ありがとうございます。はい、では、鉄人ジャパン、交渉権獲得の酒井宏樹選手、どうですか？嬉しいですね。やはり僕はこの選手が絶対欲しかったんですよ。その理由としては、2つあるんです。1つ目、まずフランスリーグワン、彼、あの所属してますよね。なるほど。そうするとまずはフランスのサッカー知ってます。なるほど、うん、そしてフランスのリーグワン、うんうん、どんな選手がいますか。アフリカ系の身体能力の高い選手たくさんいますよね、うん、おそうすると南アフリカ対応できちゃうんですよ、うんうん、確かに。この2つを唯一カバーできてるのは彼だけです。おお経験という意味では彼の右に出る者はいない。なるほど。私はそう踏んで、彼だけはどうしても手に入れたかったです。なるほど。すげえ、お前考えてんじゃん。多分だけど、たくまどのグループ入ってるかとか全然分かってねえと思うよ。対戦相手どこか分かってない。どこか知ってる？フランス、今フランス、南アフリカ、あとどこか知ってる？分かりますよ。いや、お前見んなよ。見んなよ。まあそれを言うなら僕も対戦相手だって別に関係ないですね。そうそう。なるほどね。どういうサッカーをするかなんで。なるほどね。対戦相手じゃないと。はい。まあでもまあ、フミヤはその対戦相手も踏まえたっていうことで考えたってことよね。そうですね。ああ、まあ、もう一つは？あ、そう、二つ。あ、二つっていうのは、その理由が二つっていうのはその部分で。うん、なるほど。はい。OK です。では。よし。次、オーバーヘッジの2巡目をお願いします。え、これ質問いいですか？あ、いいだ、どうぞ。もし自分の選んでる3人の中の1人出てきたとしたらどうするんですか？違う人で。もう取れないんだよ、この4人は。そうっすよね。これ4人ダメなの？うん。それだから、それ取れない人を初めに出してから。早く行かないの。そうっすよね。そういうこと？そうそう、もちろんもちろん。なんだ？これ何寝ぼけよ。何寝ぼけたこと言ってんの。いないぞ。あった。あ、だから取られ、あ、大悟はじゃあ取られないためにわざと西大悟って。そう。そうそうそう。いや、多分ガチだ、ガチだぞ、この顔。いや、ガチだよ。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 そういうことね。あ、そういうこと。慣れてないな、ドラフト。確かに。初めてやった。初めてのドラフト。じゃあ次、どっち行くかだよな。まあ、そうかな。これかぶるだろ。これはかぶりますね。これちょっとルーレットやりたいですね。
ルーレット行きたいな、俺も。はい。OK。はい。はい。では、第2巡目、選択希望選手、のどちんこジャパン。大迫勇也、フォワード、ブレーメン。第2巡、選択希望選手、スケベジャパン。柴崎岳、ミッドフィールダー、レガネス。第2巡、選択希望選手、ハスキージャパン。大迫勇也、フォワード、ブレーメン。第2巡、選択希望選手、鉄人ジャパン。森田秀正、ミッドフィールダー、サンタクロア。ではですね、今からちょっと、ルーレット君が準備しますのでですね、その間、被ってない方からちょっと、準備する前に、2チーム、ね、感想を、スケベジャパン、まず、柴崎岳選手。あ、柴崎選手。です。いや、嬉しいです。柴崎選手なぜ柴崎選手だったんですか。いやー、まあこの選手を取ることはですね、もう2年ぐらい前から僕考えてたんですけどまあ西選手とともにこのチームには欠かせないと考えていましたし、そうですね、あと一人のオーバーエイジ枠の人が、選手が取れると、僕の構想というのは完成しますね。おぉ、なるほどです。では、第2巡目選択希望選手、森田選手、交渉権獲得。そうですね。ハスキージャパン。ああ、鉄人ジャパンですね。まあ、遠藤選手とすごい迷った部分があって、おボランチには一人オーバーエイジの選手欲しいなと思ってて、うんうん、でまあ、守備の強度もしっかりと保ちながら、しっかりボールも保持することができるということで、この選手を選びたかったっていうのが理由です。なるほど、はい、ありがとうございます。ではルーレット君登場してください。お願いします。あ、来た。あ、来た、来た。あ、来た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 。これは、ハスキーが紫で、のどちんこが黄緑ということですね。はい。それでは、ルーレット、お願いします。もう書いたよ。ありがとう、お母さんの手紙書いたよ。よしよしはい。見えなかったです。今の気持ちをどうぞ、ハスキー監督。いや、もう半端ねえっす。それじゃ交渉できねえわ。よっしゃ。それじゃ無理だ、交渉。僕が交渉権あるんで、黙っといて。うん、それじゃ無理だ。おめざに。なぜ大迫勇也選手だったんですか。やっぱり前線でボールキープできるのか、まあ、点が取れるっていうところで、必要かなと思って、うん、まあ、縦のラインはしっかりしたいなっていうイメージで、オーバーエイジ選ばせてもらいました。なるほど。これ大きいですね。大きいですね、これは。まあ、のどちんこジャパンにとっては大きな板だったのか、そうでないのか分からないんですけど。なるほど。はいです。ちょっと現実的じゃないかもしれないですけど、
なるほど。いらっしゃいます。いきます、じゃあ。はい、第2巡目、選択希望選手、のどちんこジャパン。長友佑都、ディフェンダー、マルセイユ。はい、これにはちょっと理由があってですね。なるほど。のどちんこジャパンの左サイドバックを考えたときに、確かに。どうしてもこう、なんか、まあ、それぞれすごいいい選手なんですけども、その海外でこう、ガンガン活躍している、例えば冨安選手とかですね、橋岡選手とか、サイド、右サイドの選手とかいるんですけど、左サイドバックってなると、なんかいなかったんですよ。で、そうなると、そこにオーバーエイジを使ってもいいのかなっていうのがありまして、長友選手選ばせてもらいました。で、吉田選手と一緒の理由でですね、非常にコミュニケーションを長けてますし、いじりやすい、いじっても全然怒らないし、自分もバカになれるっていうところで、雰囲気はすげえ良くなると思います。彼が入ることによって。以上の理由を選ばせてもらいました。なるほど。ありがとうございます。ね、お子さんも生まれたみたいで。めでたいということで。このコロナ禍において、第3子誕生ということで、この場を借りて、おめでとうと申したいと思います。おめでとう。以上です。いいからいいから。30名書いて、30名。あ、すいません。うーん。難しいな、30名。いねえな、正直。いねえな。どうしよう。選ばれちゃったな。これやっぱ外した時の。外した時きついな。考えとかないとね。大悟くん。相当、はい。あれ、西大悟3巡目にやっぱ行くべきだったんじゃないですか。確かに。いや、何が何でも取りたかったね、西選手は。あ、そうか。そうなると一番最初か。ちょっと待っていないよ。うん、いいねえな。もうなんか結構、やっぱチームだから、生き物だから、雰囲気なんですよ。雰囲気なんですよ。で、短期決戦でしょ、うん、やっぱね、オーバーエイジはバカになれる人じゃダメなんですよ。わかります？かけて。国際色豊かな。のどちんこか、じゃあのどちんこか、そぶりは。あ、第3巡選択希望選手、のどちんこジャパン、うん、川島英二、ゴールキーパー、ストラスブール。おー、第3巡選択希望選手、スケベジャパン。ゲラが秋広、ミッドフィルダー、川崎フロンターレ。第3巡。ん？俺まだかけてないんだよ。お、オッケー。第3、かけてないよ。誰だ。オーバーエイジ。ダメだ、言ってんの。え？かけって、誰か。誰でもいいよ。そう、ダメだ、言ってんの、それが。重なるかどうかが面白いところなのに、今から書いたら一緒やんかい。いや、もう書いてないっすもん。重なってたんすもん。誰かいるでしょ。現実的じゃなくてもさ。いいんすか。うん。それが君のジャパンなんだよ。オッケーっす。じゃあ。これダメだよ。現役選手にしてよ。オッケーっす、オッケーっす。いけた？はい。これでいや、第3巡選択希望選手、これでいいハスキージャパン。マギアリだな。いや、失礼だな。はい、浦和レッズです。牧野智明、ディフェンダー、浦和レッズ。第3巡選択希望選手、鉄人ジャパン。南野匠、ミッドフィルダー、サウサンプトン。確かに、そっちだったわ。合ってる。ミッドフィルダーでいい？大丈夫？じゃあ、フォワード。フォワードに欲しいですね。フォワードだな。はい、フォワード。失礼しました。そっちだったわ。なんで思い浮かばなかったんだろう。のどちんこジャパンから。
交渉権獲得。いや、嬉しいです。何回も言ってるように、やっぱりオーバーエイジはバカになれるかなれないかなんですよ。なるほど。で、自分もいじられるし、いじられやすい、そういう雰囲気を持ってる人じゃないと、オーバーエイジにふさわしくないと僕は思ってます。その点で、まあ、前に出したね、吉田選手しかり、長友選手しかり、そして川島英二選手含めてですね、皆さん国際経験豊かですし、なんといっても、バカになれるんですよ。ここなんで。はい。いじられジャパンを目指しておるわけですね、これね。いじられジャパンス。のどちんこジャパンス。いじられジャパンス。いじり、いじられジャパンス。ちょっと後ろ体重重めですけど、大丈夫ですか？大丈夫です。体重重めでも、雰囲気が軽くなればいいんですよ。ありがとうございます。では、スケジュメジャパン、交渉権獲得。ありがとうございます。いや、もう、オーバーエイジの3人でですね、右サイド、プレイしてもらうんですけど、これだけでもうボール取られませんので、西、家永、柴崎、この三角形でボール取られませんので。持って話して、持って。誰選んだかもう忘れちゃったよ。30名、家永。あ、家永か。うん、家永選手。うん、はいはい、家永選手、西選手、うん、柴崎選手で、はい、三角形を形成したらもうボール取られませんのでどこが相手でも同じです。大三角形、ね、お夏の大三角形ね。大三角形、はい、うん、なるほど、以上です。別に夏の大三角形を作るってことね、はい、ではミュートになってる。ハスキージャパン、やっぱり僕は彼が必要だと思うんですよね、オーバーエイジには。もう書き方がなんかふざけてるもんこれでお前これでいいやって言って選んでたからね。いいだよ。これでいいやで。時間がない。もうひらがなで牧野ってもう。またせいだったらあれなんだよ。裏はペッペッレッツで牧野ってもう。めちゃくちゃもう。すげえやろ。でもやっぱり、まあ、ワールドカップの話もありましたけど、やっぱ牧野選手、すごい試合出れなくても、こう出ても出なくても、こう、常にチームを盛り上げようとしてたんで。雰囲気ね。はい。なれるね。バカになれるね。はい。バカになれる。大事。はい。熱い男だと僕は思っているので。なるほど。またね、こう、日本サッカー界を盛り上げてくれると思っています。はい。はい。ありがとうございます。では、鉄人ジャパンどうでしょう。南野拓実選手。これはでかいんじゃないですか。でかい。これだったな。彼に止めるのは本当に得点のところですね。うん、一振り、ペナルティエリア内での一振りを。確かにフォワードもできるし、ここで下もできるし、はい、まあ、複数ポジションもこなせるので、彼はもう前線のポジションであれば、なのでそういう意味でも非常にこの短期決戦においては重要な役割を果たしてくれるのではないかなと思っています、うん、ありがとうございます。もうなんかもうだいぶ方向性が分かってきましたね。そう、では行きましょう。次、フォワードです。4巡目、お願いします。これを見て、子供喜ぶサンクスチャンネル。これを見て、子供喜ぶサンクスチャンネル。これを見て、子供喜ぶサンクスチャンネル。